妻夫木聡さんが出演するビールの CM 大人エレベーターシリーズ第45弾は50回に浅野忠信さんが登場。札幌大人を旅する不思議なエレベーター。 AI にいい映画が作れると思いますか？作れると思う。そうなんですか？ダメ、俺意外とそういうの全然嫌じゃないんですよ。丸くなるな、星になれ、札幌生ビール黒ラベル。妻夫木さんが俳優の先輩でもある浅野さんと共演するなら、浅野さんがもし自分の中相棒的存在だったら、いいことも悲しいことも笑える気がして、浅野さんとバディーものの映画がやれたらいいななんて勝手にこう思っていました。